こんちくわ、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日はイカれた殺人犯、その総集編だ。ちなみにいつも通り、霊夢のくだらない話は全カットでいくから、安心してくれ。ちょ、安心って何よ、失礼ね。私のありがたい話が聞きたい、訓練された視聴者さんは、フルバージョンを見てね。それじゃ、早速解説していこうか。みんなも、それではゆっくりしていってね。ではゆっくりしていってね。2010年6月22日午前7時35分頃、その事件は、広島県広島市にある、マツダ本社宇品工場の敷地内で起きたんだ。工場が始まるのは午前8時15分で、ちょうど出勤時間帯だったため、当日は人の出入りも多かった。そんな早朝から、一体どんな事件が起こったの？工場の敷地内に突然、猛スピードで車が突入してきたんだ。はじめに、東正門から入ってすぐのところで二人を跳ね、警備員の制止を振り切って暴走を続け、通行する社員ら5人を跳ね飛ばした。衝撃でボンネットはへこみ、フロントガラスは頭の形に割れ、血に染まっていた。しかし、男はそのまま暴走を続けた。車の壊れ具合が、衝撃の大きさを物語っているわね。敷地内のあちこちで悲鳴が上がり、駆けつけた消防隊員が、正確な怪我人が、わからないというほどだった。暴走車は川にかかった橋を渡り、約2キロ先にある、本社工場へ向かった。ここでも周回しながら4人を跳ねた。車は約9キロ暴走し、50キロから60キロの速さで暴走した。まさか敷地内でこんな事件が起こるなんて、誰も思っても見なかったでしょうね。男は北門から逃走し、約40分後に 4.6 キロほど離れた場所から、わしがやった。と自ら警察に通報した。自分で通報したの？逃げるつもりはなかったのね。8時23分、男は駆けつけた警察官により、殺人未遂罪と包丁を隠し持っていたことから、銃刀法違反で現行犯逮捕された。身柄を確保された時、男は取り乱す様子もなく淡々と問いかけに応じていたという。事件開始から男の逮捕まで、あっという間の出来事だったのね。被害に遭った人たちは、どうなったの？被害者はマツダ社員と関連会社の社員ら、計11人で、9人が負傷、1人が重体となり、1人が搬送先の病院で亡くなった。亡くなった社員の男性は、生後10ヶ月の娘を持つ父親だった。奥さんと子供のために、一生懸命マツダで働いていたんでしょうね。それが、こんな事件に巻き込まれてしまうなんて。被害に遭った社員と男は、いずれも面識がなかったと見られている。面識のない人を車で跳ねて、さらに刃物も持っていた。なんだか、秋葉原の通り魔事件を思い出すわね。鋭いな、霊夢。実は、犯人は事件後に、秋葉原の事件のようにしてやろうと思ったと、供述しているんだ。犯人が、秋葉原の通り魔事件を称賛しているのを、聞いていた友人もいた。模倣犯だったの？犯人は、どんな人物だったの？どうしてこんな、ひどい事件を起こしたの？まあまあ、そう焦るなって。一つ一つ解説していくぜ。暴走車を運転していたのは、引地俊明42歳。マツダの元機関従業員だ。見た目は小太りで、短い髪にパーマをかけていた。引地は、機関社員としてマツダに入社した。バンパーの製造業務に当たっていたが、自己都合により退職をしている。どのくらいの期間、働いていたの？4月1日に入社して、14日には退職しているんだ。実質の勤務日数は8日間だったそうだ。本来の契約は半年間で、場合によっては、最大3年間の延長も可能だった。随分短い期間で辞めているのね。何か理由があったのかしら？引地は、工場を解雇されたと供述しているが、マツダ側では、トラブルはなかったと話している。だが、マツダの関係者によると、機関従業員が依願退職の形を取るのは、勤務態度に問題がある場合が多いという。8日間で、一体何があったのかしら？引地が機関従業員だったことから、会社から不当な解雇があったのではないかと、インターネット上で憶測があった。事実、マツダは機関社員の雇用方法について、労働者派遣法違反の疑いがあると、広島労働局から指導を受けていた。どんな問題があったの？労働者派遣法では、同じ事業所や部署で派遣社員を、受け入れられる期間が、3年までと決まっている。マツダでは、派遣社員を3年以上雇用する場合は正社員として、雇用しなければいけないことになっていた。しかし、マツダは派遣社員が3年を迎える前に、サポート社員として直接雇用し、その後、派遣社員に戻すということを繰り返していた。せこいやり方で派遣社員を、正社員として雇い続けることから、逃れていたわけね。この問題については、マツダの元派遣社員から2013年に裁判が起こされている。裁判では、マツダのやり方は違法だと、判決が出された。
だけど、このやり方はマツダだけではなく、多くの企業が取っているというんだ。派遣業界の闇を、垣間見てしまったわ。秋葉原の事件の犯人も、派遣社員だったよね。引き地も、会社の待遇に、不満があったのかしら？事件が起こった当初は、そういう憶測もあったが、引き地の場合は、この問題には当てはまらないんだ。そもそも、引き地は派遣社員ではない。マツダは、2009年に派遣社員を雇うのを止めて、すべて最長3年の、機関社員として雇っていた。引き地は、このケースに当てはまるんだ。そうなのね。それじゃあ、一体何があったのかしら？引き地は、機関従業員になる前にも、マツダの関連企業を転々としていた。その間に、何か積もった思いがあったのかもしれない。本人は、事件を起こした動機について、詳しく話していないの？引き地は、複数の従業員に嫌がらせを受けた、物を盗まれたり、留守の間に部屋や車に入られたと、供述している。実際はどうだったの？本当に、嫌がらせを受けていたの？調べてみた結果、トラブルは確認されなかった。でも、引き地は相当悩んでいたらしく、友人や会社にも、相談をしていたようだ。それが、事件を起こす動機だったのかしら？引き地は、以前からマツダに対する不満を、口にしていたらしい。20代の頃に入社した、マツダの部品メーカーで、話し方が生意気に聞こえることを理由に、仕事のチームから、外されたことがあった。本当なら、ひどい話ね。引き地は、この出来事をかなり根に持っていて、ことあるごとに、友人に愚痴をこぼしていたそうだ。その後、引き地は退職している。そんなに嫌な出来事があっても、引き地はまた、マツダに就職したのね。機関従業員に採用された時は、自分を採用してくれて感謝していると、嬉しそうに話していたそうだ。よっぽど、マツダが好きだったのかしら？引き地の父親も、20年間マツダに勤めていた。本人にとっては色々と思い入れのある、会社だったんじゃないか？犯行時に乗っていた車も、マツダの、ファミリアだった。マツダに就職して、マツダの車を買って、マツダに対する、思い入れの強さを感じるわ。本人は、マツダに対する恨みを強く主張している。裁判でも事件の動機は、従業員からの、ストーカー行為だと訴えていた。だけど、結局ストーカー行為は確認されず、この訴えは、引き地の妄想だと判断された。じゃあ引き地は、自分の妄想のせいで、事件を起こしたの？妄想の影響は大きかったかもしれないけど、他にも原因がありそうなんだ。何があったの？引き地は、2年前に多重債務を抱え、自己破産をしていた。生活保護も受給するなど、生活に困窮していたんだ。多重債務を抱えていたって、どうしてそんなに、お金が必要だったの？引き地は昔から、車が趣味だった。20代の頃は走り屋として、仲間と一緒に、峠を走っていたというほどだ。自動車レースが好きで、仲間との会話の8割が、車の話だったという。近隣住民によると、この5年から6年間で、スポーツカーなどの車を、4回ほど乗り換えていたという。そんなに頻繁に車を乗り換えていたら、破産してしまうのも無理はないわね。特にスポーツカーなんて、すごく高いんでしょう？さらに、今より広い家に住みたいと、不動産業者に、相談に訪れたこともあったという。お金がないのに、身の丈以上の生活をしようとしていたのね。身を滅ぼすのも、当然の結果よ。この頃、引き地は周りの人に、僕は負け組です。などと漏らしていた。さらに、犯行の6時間前に友人の元を訪れて、自分は死んだ方がいいのかなと、思い詰めた様子で話していたという。事件を起こす前の引き地は、人生に悲観的になっていたのね。しかし、同時に、秋葉原の犯人の気持ちがわかる、松田に突っ込んでやろうか。という、話もしていた。かなり危ない状態ね。それを聞いた友人は、どう返事をしたのかしら？友人は、殺していいやつ、死んでいいやつなんていないと、諭したそうだ。それを聞いて引き地は、また相談に来るかもと言って、笑って帰っていったらしい。まさか、その6時間後に、あんな事件を起こしてしまうなんて、友人も驚いたでしょうね。これは、私の勝手な憶測なんだけど。引き地は、自分の身に起こった、いろいろな出来事で溜まった鬱憤を、全部松田のせいにして事件を起こしたんじゃないか？確かに、人生がうまくいかない時って、自分以外の誰かに、責任を押し付けた方が、楽な時もあるよね。それから、引き地には、妄想性障害があると裁判で認められた。妄想性障害？聞き慣れない言葉が出てきたわね。どんな障害なの？今から説明するから、安心してくれ。妄想性障害は、名前の通り、日常的に妄想をしてしまう症状だ。私も、妄想ならよくするわ。アイドルと付き合って、一緒に暮らしているとか、宝くじで1億円が当たったら、何に使おうかとかね。霊夢は、普段からそんなことを妄想してたんだな。でも、
この障害の妄想は、霊夢のしている妄想とは、違っているんだ。私のしている妄想と、どう違うの？例えば、霊夢は、アイドルと暮らす妄想をしても、それが妄想だって、理解してるだろ？そうね。現実は、付き合うどころか、顔の認知もされていない、ただのファンよ、よくわかってるわ。そう落ち込むなって。妄想性障害の場合は、本当にアイドルと付き合っていると、思い込んでしまうんだ。妄想と現実の、区別がつかなくなるってこと？確かに、私の妄想とは違うわね。この障害は、妄想以外の症状は、あまり現れない。一見すると、普通に日常生活を、送っているように見えることが多いんだ。確かに、直接話してみないと、わからないかもね。でも、その症状のせいで、社会生活を送る上で、支障が出る場合もある。周りに考えていることがおかしいと、指摘されても、本人は事実だと信じているから、逆に、周りがおかしいんだと思ってしまう。だから、イライラしたり、暴力的な行動を起こしてしまう場合もある。確かに、自分の意見を周りに否定されたら、私も、イライラしてしまいそうだわ。妄想性障害の人は、どんな妄想を抱きやすいの？例えば、芸能人が、自分のことを好きだと思い込んだり、自分には、すごい才能があると思い込んだりする。引き字のように、嫌がらせを受けているという妄想も抱きやすい。事件を起こしたのは、この障害の影響が大きかったのかしら？かなり大きかったと思う。それでも、犯行時の責任能力は、あったと判断された。引き字は、自分の病気を自覚していなかったの？この病気は、本人が自分の妄想に気づかないことが多いから、病気だという自覚がないんだ。家族も気づかなかったのかしら？引き字は一人暮らしをしていたから、家族も気づくことができなかった。父親は事件後に、なぜこんな事件を起こしたのか、わからないと語っていた。引き字は、事件の一週間前に新しい就職先が決まり、アパートを引き払って、実家に戻ってくる予定だった。新生活が始まるタイミングで、なぜ事件を起こしたのかしら？父親は、引き字は松田に対して、特別な恨みはなかったはずだと、話しているんだ。裁判は、どんな様子だったの？裁判中の引き字は、おかしな言動を繰り返していた。初公判の日、休憩後、あくびをしながら入廷。裁判員に選ばれた人たちに向かって、突然、心構えを解きたい。と言い出し、素人目線で質問して、と発言した。随分上から目線ね。何様のつもりなのかしら？被告人質問で答えに詰まった時も、パスさせてください。初めてのパスですよね。と笑いながら発言していた。完全に舐め切っているわね。自分の立場や、法廷がどういう場所かを、理解しているのかしら？その後も、おかしな態度が続き、傍聴人らからは、失笑や怒りを買っていたようだ。それも障害の影響なのか、それとも性格なのか。どちらにしても、まともな状態ではないわね。引き字は事件についても、過激な発言を繰り返している。どんなことを言ったの？事件を起こしたことに、後悔はしていない。起こし方に後悔はしている、とか。いつか釈放されれば、もう一度松田に突っ込みますよ。次はでかい成果を上げる自信があります、などだ。反省していないどころか、再犯予告までしてたの？呆れて言葉も出ないわ。引き字は、松田全体が憎かったと訴え、20人から30人殺せたとしても、満足できたかわからないと、述べていた。かなりの危険人物ね。判決はどうなったの？判決は、無期懲役が下された。しかし、事実上終身刑のようなもので、刑務所で生涯を終える可能性が高い。こんな状態で世間に出したら、また、事件を起こすかもしれないものね。刑務所の中で、引き字は妄想性障害の治療を、一切受けていないということだ。明らかに治療しないと、まずい状態だと思うけど、刑務所では、治療できないの？精神障害が認められた受刑者が入所する、医療刑務所などもあるが、一般の刑務所で生活できると判断されると、医療刑務所には移送されないんだ。一般的な刑務所では、精神科医がいない場合もある。精神科医がいる場合でも、限られた治療しか受けられないんだ。それじゃあ、いつまで経っても病気は治らないわ。妄想性障害は、薬で治療することが難しい。治療が難しいから、ガイドラインもできていない。治すのが難しい病気なのね。刑務所の中でも、引き字は、障害による妄想に、振り回されているのかもな。服役中の引き字の様子は、わからないの？引き字は、事件のことを書いた式を、執筆しているそうだ。一体、何を伝えたいのかしら？引き字によると、事件の真実を伝えたいらしい。事件の関係者にとって、都合が悪いような重大な告発らしい。本当にそんな真実は、存在するのかしら？それはわからないな。真実というのも、引き字の妄想である可能性が、高い気がするぜ。やっぱり、治療を受けた方がいいんじゃない？
引き地は事件について、正直、自分の中で事件は風化している。ほとんどの人の名前を覚えていない、と語った。犯人がこんな状態じゃ、被害者の方も、釈然としないわね。本当の意味での真実が、解明される日は来るんだろうか。事件が起こったことで、松田には何か影響があったの？一時的に工場の業務は止まっていたが、数時間後には、業務が再開した。松田は、取引業者などが出入りする、ゲートの入退場のあり方や、工場内の、警備体制を強化することを検討している。事件の再発防止に、努めないといけないものね。また、事件が起こった後は、CM の放送を自粛していた。事件が起こったことで、売り上げに影響が出ないか心配ね。痛ましい事件の、舞台となってしまった松田の宇品工場だけど、今まで通りに、いい車を作り続けてほしいぜ。そうね。私も、応援。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は2022年12月20日、茅ヶ崎市中海岸の住宅で起きた。この家に住んでいた、55歳の会社員の男性 S さんが、訪ねてきた男に襲われたんだ。訪ねてきた男って、どういうこと？強盗とかじゃないってことかしら？ああ、この日 S さんは家にいた。午後1時ごろ、自宅のインターホンが鳴ったため、S さんは玄関のドアを開ける。すると、立っていたのはベージュの作業着姿で、頭に白いタオルを巻いた男だった。いきなりドアを開けたのかしら？それはちょっと不用心なんじゃないの？いや、おそらくは違うと思う。だが S さんは扉を開けてしまった。これにはこういう理由があったと考えられる。実はちょうど数日前から S さんの自宅周辺で、水道工事が続いていたんだ。そのため、S さんはその男を水道工事の関係者と誤認して、ドアを開けた可能性があるんだ。それは、すごくタイミングが悪いわね。確かにそういう状況だと、工事の人が来たと思って開けちゃうかも。S さんがドアを開けたところ、男はいきなり持っていた包丁で、S さんを複数回刺したんだ。そしてその男は、そのまますぐに逃走してしまった。そんな、いきなり刺すなんて、相当計画的よね。っていうか普通、そんなことできないわよ。かなりの丸いよね。ああ、玄関での異変に気づき、S さんの妻は様子を見に、自宅の奥から出てきた。そして、血まみれになって倒れた S さんを見つけたんだ。驚いた S さんの妻は、すぐに110番通報をする。この110番通報は、午後1時13分にされている。またその4分後の午後1時17分には、異変に気づいたすぐ近くに住む男性も、110番通報をしている。通報したこの男性は、玄関のドアが開きっぱなしになっていて、S さんが玄関先で、血だらけになって倒れているのを目撃したそうだ。相当ひどい傷だったのね。それで、S さんはどうなったの？ S さんはその後病院に運ばれたが、残念ながら亡くなってしまったんだ。そうなのね。それにしてもその男、突然なんでこんなことをしたのかしら。神奈川県警はすぐに捜査を始める。だが男は S さん襲撃後にすぐさま逃走しており、足取りはすぐにはつかめなかったんだ。でも最近の事件だから、防犯カメラとかそういったもので追いかけられそうね。そうだな。だがこの事件は発生から2日後、突然の展開を迎える。突然の展開？なんと千葉県の茂原署に午後4時半ごろ、ある男が現れるんだ。そしてその男は、茅ヶ崎の事件を知っていますか？私がやりました。と言うんだ。それって、犯人が実施してきたってこと？ああ。事件があったのは神奈川県でしょ？どうして千葉県で実施したの？相当距離があるんじゃないの？そうだな。出頭した茂原警察署は、現場から80キロ余り離れている。どうしてこの男が、わざわざ千葉県の茂原警察署に出頭したのかはわからない。男は警察署の2階にある刑事課を訪れ、落ち着いた様子で出頭したそうだ。出頭するまでどうしてたのかしら。帰り地なんかも浴びてるだろうから、公共の交通機関じゃないわよね。ああ、男が出頭した際警察署の駐車場には、男が逃走した際に使ったとみられる車が止まっていたそうだ。犯行後にその車を自分で運転して、神奈川県から千葉県の警察署まで来たようだ。ってことは、神奈川県在住の人間だったの？いや、逮捕後捜査の過程で男が、大阪からレンタカーでやってきたことがわかるんだ。警察署の男の車は、大阪はナンバーのものだった。大阪？しかもレンタカーでって、わざわざ神奈川まで？どういうことなのかしら？この男の名は高井康弘。大阪府出身の住所不定、職業不詳の50歳。S さんとはどういった関係だったの？犯行の内容から、相当恨んでいたようだけど。この高井という男は住所不定になる前は、S さんの所有するマンションの住人だったんだ。マンションの住人？ああ。
S さんは外資系 IT 企業に勤める傍ら、不動産投資をしていた。そしてその副業は成功を収め、資産を築いていたんだ。副業で不動産投資って、すごいわね。しかもうまくいってるなんて羨ましいわね。S さんは周囲の人の評判も良く、明るい人柄だったそうだ。ただ外資系の IT 企業勤めということで、その不安定さに不安を持っていたそうだ。外資系って能力とか成績とか、日本企業と違って、かなりシビアに収入とか待遇に跳ね返るらしいわね。それで副業をしてたってこと？そうらしい。最初は小さなお金から始めてコツコツと、だが着実に成果を出していたようだ。ある報道で S さんは、2015年には自宅に、不動産関係の会社を設立している。S さんのマンション投資は最初、資本金10万円程度の、小さな金額で始めていたそうだ。品川区内の中古マンションの一部屋を、2000万円ほど借りて購入していた。最初から法人化するところがすごいわね。きちんと経費計算とかできる人だったのね。まあ、信用とかも違ってくるだろうしな。それに本業の IT 企業会社員というものも、お金を借りる上ではプラスに働くだろう。そのうち地方銀行で多額の金を何度も借り、次々と投資。数億円もの運用をしていたそうなんだぜ。すごいわね。才能があったのかしら。S さんは IT 企業での職歴も長かったらしく、会社員としても有能だったんだろうな。S さんが運用していたのは、東京都品川区内のマンションの一室、札幌市東区内の鉄筋3階建て共同住宅、京都市左京区内の鉄骨5階建てマンションなどだ。そんなに。っていうか、一棟持ってるなんてすごいじゃない。そうだな。やっぱり有能だったのかもな。羨ましい。そして2016年には大阪市城東区内の鉄骨4階建てのマンションを購入したんだ。そしてこのマンションに住んでいたのが、この事件の犯人、高井だったんだ。ここで S さんと繋がったのね。っていうか、そんなことあるの？普通。霊夢の想像通り、本来この二人は繋がることはないはずだった。不動産投資についてはよくある形態として、不動産の管理については、管理会社に任せることが多い。つまり物件の所有者は、直接賃借人と交渉するようなことはないんだ。そうよね。私も誘われた人にそう話されて、超簡単、大丈夫大丈夫、って言われたもの。その大丈夫はちょっと違う気もするが。まあいい。S さんの購入した大阪のマンション。ここに住んでいた高井は2017年以降、月4万円の家賃を滞納していたんだ。滞納？投資するオーナーとしては嫌な言葉ね。確かにな。だがこの高井は言葉以上の、相当に悪質でひどい滞納者だった。S さんはこのマンションを購入後、兵庫県加古川市の管理会社を通じて、2017年6月3日付で、高井と不動産賃貸契約書を交わしていた。高井が入居していた部屋の家賃は月4万円。2年ごとに自動更新される契約となっていたそうだ。まあ、普通の契約よね。そうだな。だが高井はこの4万円の家賃を難癖をつけて滞納し、自動更新後も一切支払わなかったそうなんだ。一切って。うわぁ。しかも難癖をつけてって。これは最悪ね。早いとこ追い出した方がいいわね。実は高井は S さんがこのマンションを購入する前から入居していて、その当時から不法占有している状況だったそうだ。しかも当時の京都市の管理会社が、速やかに退去するよう求めていたんだが、応じる気配がなかった。相当厄介な人間だったみたいね。近隣の住人の話がある。高井さんは普段、白い T シャツにジーパン姿で短めの白髪頭。いかついおじさんで昼夜問わず、しょっちゅう怒鳴っているイメージですね。コテコテの関西弁で、お前、こら、なんぼのもんじゃい。って声が、しょっちゅう響いていました。彼が嫌で部屋を出て行った人もいるそうです。このように言われていた、との報道もある。典型的な厄介な住人ね。しかも隣人にも迷惑をかけているなんて、最悪じゃない。その後、高井は2022年に部屋を退去している。12月17日、18日くらいだったそうだ。出て行ったの？どうして？これは S さんが2022年1月17日、高井が不法占有しているとして、大阪関西に部屋の明け渡しを求めて訴えたことによる。ついに実力行使に出たってことよね。っていうか、購入が2016年だから、6年ぐらい我慢してたの？すごいわね。基本的に住居の問題は、住んでいる人間に有利にできている。いきなり追い出されると困るからな。なんか聞いたことあるわね。鍵を取り替えたり荷物を勝手に運び出したりしたら、逆に親の方がまずいことになるのよね。そういうことだ。だから S さんも、粘り強く交渉していたのかもしれない。だが高井は家賃を滞納し続けた。その額は、230万円にも上ったそうだ。
230万円って、4万円の家賃でしょ？ってことは、約57ヶ月、およそ5年ほどだな。よく我慢したよな。結局最終的にやむを得ず提訴に至った S さん。だが高井はこの裁判で、こんな答弁書を出している。5月6日に提出した答弁書で、不法占有などしていません。S が契約していた、加古川市の管理会社の下請けの K のもと、正規の賃貸契約で入居しました。さらには、京都市の管理会社の担当者と、退去について話し合いをした事実は一切なく、全く関係ない会社の人とは話し合いをしました。こんなことを書いていたそうだ。やっぱりヤバい奴は、どこまで行ってもヤバいわね。よくこんなこと言えたものね。いやいやいや、まだまだこれだけじゃない。高井は、この訴状自体が嘘に基づいたものであり、それ自体が S の一味の犯罪行為を隠すためであり、家賃の請求をしたいなら、根本の原因である K に請求すべき事案だと思います。とまで言ってのけた。やばすぎるわ。そもそも家賃払ってないのにね。おかしいでしょ。7月28日に提出した準備書面では、さらに妄想がかった主張をしていたそうだ。内容は割愛するが、S さんや管理会社、借りている部屋が欠陥だらけだなど、明らかにおかしいと思えるような内容だった。それじゃ裁判所も、高井の主張を信用しないんじゃない？ああ。大阪簡裁は10月4日に、被告の主張は失当であるとして、原告である S さんの主張をすべて認めた。そして滞納分の家賃、232万円を期限内に払わない場合、賃貸契約を解除する意思表示をしたとみなす。判決を言い渡したんだ。まあ当然よね。高井はこの判決を不服として、大阪地裁に控訴したんだが、先の関西の一審判決には、明け渡しの仮執行ができることが付帯していた。そのため12月16日に、明け渡しの強制執行が行われたんだ。なるほどね。それで住人が、高井が出て行ったと思っていたのね。でも、実際は追い出されてたのね。12月16日に住みかを追われた高井。そして逆恨みをして、わざわざ大阪からレンタカーで S さんの住む神奈川県茅ヶ崎まで。ひどい話ね。っていうかこの高井って男、全部自業自得じゃない。それを逆恨みで。S さんが気の毒すぎるわ。まったくだな。それにしてもこの高井って男、どうやって S さんの住所を知ったのかしら？追い出されて4日後には犯行に及んでるんでしょ？高井は逮捕後にこう言っている。契約書や裁判書類から知ったとな。うえ？それってやばいわね。ストーカーの事件とかでも、書類とか令状から居所をつかまれたのもあったわよね。こういった場合、どうしたらいいのかしら。今回の事件のケースについては、2023年2月20日以降、民事訴訟法等の一部が改正されている。法律で当事者等が、DV や犯罪の被害者等である場合、その住所、氏名などの情報を相手方に秘匿したまま、民事訴訟手続きを進めることができるんだ。法律が変わったのね。でも2023年ってことは、ああ、今回の S さんの事件はその前だ。残念ながら間に合わなかった。ということだな。せっかく代理人として弁護士とかがいても、今回のような逆恨みで襲われることがあると、本当に怖いわよね。ただこういった法律ができているなら、しっかりと活用しないとね。そうだな。だがどんな法律も、知らなければ役に立たない。法律は正しいものの味方じゃない。知っているもの、うまく使ったものに力を与えるものだ。専門家である弁護士に頼むことも大切だし、様々な情報を集めて、自分自身の身を守ることも大事だな。そうね。それにしても今回の事件、S さんには何の罪もないのに、本当に気の毒だったわ。まったくだな。しかし世の中には一定数、話の通じない人間もいることを知っておかないとな。S さんは購入していた不動産の賃借人には、評判が良かったらしい。家賃を下げてもらった。なんて話もあったぐらいだ。周囲の評判からも、いい人だったんだろう。むしろそんないい人だったから、高井のようなおかしな人間がいることを、想像もしなかったかもしれないな。もしそうなら、余計に気の毒よね。悲しすぎるわよ。ああ、真面目に生きている人間が、こういった事件に巻き込まれる。こういった事件は繰り返されないでほしいな。そうね。って、じゃあそろそろ熊谷市で起きた、警察の失態も含めて世間を騒がせた事件について、話していくぞ。では、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは、2015年9月14日と16日の2日間にかけて、熊谷市で住民6人が相次いで殺害されたんだ。殺人事件についてだったのね。でも2日間に分けて、1日空けてって珍しい。詳しく教えてよ。犯人は当時30歳のペルー人、ナカダルデナ・バイロン・ジョナタン。外国人の犯行だったのね。ナカダって日本人みたいな名前だけど、日本にゆかりがある人だったの？
中田は事件直前まで、群馬県伊勢崎市のサラダ製造工場で、派遣社員として働いていたようだ。外国人労働者というやつね。最近家の周りでも作業服着た外国人見ること増えたし、中田みたいに日本で働く人が増えているのかしら。厚生労働省の調べによると、外国人労働者の数は年々増えているようだな。全体の 2% くらいがペルー人みたいだ。わかりやすいデータありがとう。ペルー人結構日本にいるのね。でもなんで殺人なんて起こしたの？仕事での恨みとか？でも職場は群馬で殺人と現場は埼玉よね。なぜ？いいところに気づいたな。中田の犯行動機は恨みじゃなかったってことかな。事件の背景を詳しく伝えていくぞ。まずは一件目の事件前日の話から聞いてほしいんだ。事件前日？これが事件に大きく関係しているってことなの？聞くわ。9月13日12時半過ぎ、住所不定無職のペルー人の男が、熊谷市内の民家の庭に侵入したんだ。この男が中田ってことね。民家の庭に侵入したって、何が目的だったの？侵入した家の住民が、何か用ですか？と声をかけると、中田は片言でこう言ったんだ。電話をかけるような仕草をしながら、警察、警察と、さらに財布を手で叩き、金、金、とな。お金がなくて困っていて、警察に連絡してほしいっていうことのようね。同じように解釈した住民の通報で、およそ1時間後に警察官が現場に臨場した。その時中田は、ペルーに帰りたいという発言を繰り返し、スペイン語を話し始めたんだ。スペイン語って、どんな言葉かもわからないんだけど、警察官は理解できたの？もちろん警察も通訳が必要と判断して、中田を警察署に案内したんだ。結局中田は何を求めていたの？警察が中田の身分や所持品を確認してから、話を聞くと落ち着きない様子で話し始めたらしい。神奈川県にいる姉のところ、ペルーに帰りたい、と言い、親族との電話中に突然泣き出したりしたようだ。なんで親族との電話で泣き出すの？嫌なことがあったのかしら。警察は当時の中田について、精神的に不安定な様子だったと話していたようだ。その後中田は、トイレでも泣き出すなど、精神が不安定な状態が続いていた。でも警察署で保護されているなら、事件を起こしようがなくない？いいところに気づいたな霊夢。この後の警察の対応に非難が相次いだんだ。話を続けるぞ。中田がタバコを吸いたいと警察に求めたため、署員一人が付き添って玄関先で喫煙していたところ、中田は持ち物を置いたまま逃走したんだ。急に逃げたの？けれど付き添っている警察官いたんだし、すぐに捕まえられるじゃないの。それがそんなに簡単にいかなかったんだよ。中田は警察署前の国道の信号を無視して、向かいにあるファミレスに逃げ込んだんだ。警察官が後に追いかけたが姿を見失ってしまった。警察官も容疑者じゃなくて、保護した人だったから、あまり警戒していなかったんでしょうね。まさか急に逃げるとは思わないもんな。その後、警察は置いていった荷物の中にあった、携帯電話の通話履歴を調べたんだ。携帯電話から何かつかめたの？事情聴取を受ける前に、複数の外国人の知人に、電話をしていたことがわかったんだ。その通話相手に事情聴取したところ、中田は殺される、と話していたんだよ。殺されるって物騒な話じゃないの。それが警察署での精神的に不安定な理由だったのね。中田が荷物を置いたまま逃走したことから、警察は何か事件を起こす可能性が高いとみて、周辺の捜索を始めた。中田は徒歩で逃げたのよね？そうだな。誰もがすぐ捕まると思っただろうな。しかし中田の足取りはなかなかつかめず、捜査員を増員して捜索を行い、親族にも尋ねてきたら通報するように連絡した。それでそれで？警察の失態って言っていたし、相当手こずったってことなの？警察が捜索を続けているとき、一方の中田は、署からおよそ500メートル離れた住宅に、姿を現していた。500メートルってすぐ近くじゃない。どんな様子だったの？中田は物置の中で、怯えた様子で佇んでいたらしい。そして住民が注意をし事情を聞こうとしたところ、また逃走したんだ。住民も物置に外国人男性がいたら、めちゃくちゃ怖いじゃない。何がしたかったのかしら。警察署で話したように姉に会いに行くか、ペルーに帰りたかったのかもな。中田はその後も住宅街を逃走し続け、路上にいた会社員男性に疲れた様子で、金、金、と金銭を要求した。男性が断ると中田は、近くにあった車を覗き込み物色し始めたから、男性が咎めたところ逃走したため通報された。これでやっと警察に、中田の居場所がわかったのね。これで捕まれば凄惨な事件なんて起きないじゃない。ここですぐに警察が捕まえられれば、そうだっただろうな。警察は中田を見つけることができなかったんだ。っていうことは、この後に、事件が起きてしまうのね。
逃走を続けていた中田は、逃げた翌日の夕方頃、熊谷市内の住宅に押し入った。そしてその家に住む A さん夫婦を殺害したんだ。ついに犯行に及んじゃったのね。さっきマリサは6人が殺されたって言ってたけど、他に4人も殺害されたの？時系列に沿って話していくぞ。A さん夫婦殺害から2日後の16日に、A さん宅から1キロほど離れた住宅で、高齢女性 B さんが殺害されたんだ。走っても10分あれば行けるくらいの距離感ね。そんな近くに潜伏していたのね。警察は中田が逃げてから、短期間で起きた連続殺人事件ということで、中田が犯人の可能性が高いと考えた。警察は気づくのが遅いのよ。さらなる犠牲者を出さないためにも早く捕まえてよ。そういえば2件の現場には、何か証拠のようなものはなかったの？実は1件目の住宅に奇妙なものが残されていたんだ。夫婦の部屋の壁に血文字で、アルファベットのような文字が書かれていたんだって。アルファベットって、中田はペルー人で日本語が苦手だったと考えれば、犯人にたどり着きやすい気がするんだけど。警察の中でも、次の犠牲者を出さないことが急務とされていた。しかし、事件はまた起こってしまうんだ。中田は B さんを殺害した後、現場から西に80メートルほどのところにある、別の住宅に侵入した。警察の捜査が難航している間に、3件も事件が起きてしまったのね。3件目では C さんと小学5年生の長女、2年生の次女が立て続けに殺害されたんだ。C さん親子殺害事件で中田は、最悪な犯行にも及んでいたんだ。すでに最低最悪の人間じゃない。他に何をしたっていうの？中田はまず C さんを殺害して、クローゼットに隠し、学校から帰ってきた長女と次女を包丁で殺害した。ここからはさらに胸クソ悪いから、心して聞いてくれよ。心の準備はできたわ。中田は長女の両腕を紐のようなもので縛り、口に粘着テープを貼った。そして着ていた短パンと下着を脱がし、下着に精液を付着させた後、代わりの短パンや七分丈ズボンを履かせた。性犯罪にも及んだってことかしら。小学5年生の女の子にひどすぎるわ。許せないよな。でもこの事件の後、警察はやっと中田を見つけるんだ。警察の対応の遅さにもすごく腹が立つわ。けど見つけたってことはすぐに逮捕されたのよね。B さんの事件の聞き込みをしていた警察官が、C さん親子が住む家を訪れたんだ。電気がついているのに、反応がなかったことを不審に思って家を覗き込んだところ、この家の2階から中田が顔を出したんだ。聞き込み調査のために訪れた家で、たまたま中田がいたということか。中田はすぐに確保されたのよね。中田は両手に包丁を持っていて、すごく興奮していたようだ。そして警察が説得していた時に、包丁で自らの両腕を切りつけ、窓から身を投げて地面に頭から叩きつけられた。家の2階から飛び降りたってこと？何を考えてるのよ。その後中田はどうなったの？中田は頭蓋骨骨折による、意識不明の重体になったんだ。そして警察に確保され、病院に搬送された。意識不明の重体って、6人も殺害して自殺なんて結末嫌よ。中田はしばらく意識不明の状態が続いていたが、事件からおよそ2週間後に意識が回復した。意識が回復したなら取り調べをしたのよね。警察の調べに対して、仕事をしていて気がついたら病院にいた。と言ったそうだ。行動にも奇妙なところが目立っていたらしい。気がついたら病院にいたって発言も十分奇妙よ。どんな行動だったの？入院中の中田は、空腹になると規制を発するなどしたため、看護師から気味悪がられていたんだ。そして急かされる形で、10月8日に退院して逮捕された。警察による現場検証では、被害者は全員包丁で殺害されていて、大人は複数の切り傷、子供は一突きで失血死していた。なぜ中田は罪のない人の命を奪ったのかしら。逮捕段階での動機は詳しくわからなかったが、事件現場の家では飲食した形跡や、金品を奪った痕跡が残されていたようだ。気の幹のままで逃走したから、人を殺して飲食物や金品を奪ったって可能性も、あるかもしれないわね。でも中田には、神奈川に姉が住んでいたんじゃなかったかしら。頼れなかったの？これには中田の生い立ちが、関係しているみたいなんだ。少し話はそれるが説明してもいいか？確かにわざわざ日本に来て働いているんだし、何か理由があるのよね。聞かせて。中田は10人兄弟の末っ子として生まれた。両親や姉妹の虐待がひどい家庭環境で育った、不運な幼少期だったらしい。確かに犯罪を犯す人の中には、幼い頃の家庭環境が影響している人は多いわね。虐待にあったせいで精神が不安定になったってこと？それも少なからずあったと思うが、中田の人格形成に大きな影響を与えたことが、他にもあったんだ。それは中田の実の兄である、ペドロ・パブロ・ナカダルデニャが、ペルー犯罪史上最悪の殺人鬼だったことだ。ペルー犯罪史上最悪って、どんだけの犯罪を犯したのよ？
ペドロも家族からのひどい虐待の影響で、精神を病み大量殺人を行っていた。当時は、死の人、の異名まで持ち恐れられていた。ペドロは10代の頃から殺人を始め、逮捕されるまでの間に、25人ほどの殺人を犯したと言われているんだ。25人って、そんなに殺人を犯したなら絶対死刑よね。そうよね。実はペルーには死刑制度がないんだ。だからペドロは懲役35年の刑に服している。そんなにたくさんの人を殺して、有期刑なの？死刑も賛否はあるけど、やっぱり刑が軽く感じるわ。で、そのペドロが、中田の人格形成にどう影響したの？中田の姉の証言によれば、兄の殺害現場を子供の頃に見てしまったことが、中田の中で大きなトラウマとなったんだ。確かに殺害現場を見ちゃったら、トラウマになるわよね。その後中田は2005年に来日し、派遣会社を通して工場で働いていた。トラウマが人格形成に影響を与えたとはいえ、ちゃんと働けていたんじゃない。仕事ぶりは真面目だったという話なんだが、やはり精神を病んでいたようで、恐怖心に取り憑かれていたという話があるんだ。事件を起こす2日前にも、誰かに追われているという理由で会社を退職していて、言動の尻滅裂さが目立っていたようだ。中田はずっと精神的に不安定ね。このあたりは起訴などに影響しなかったの？事件に詳しくなってきたな。埼玉地検も中田の事件前や逮捕後の言動から、精神疾患の疑いを感じ、鑑定留置を行った。これで起訴できないってなったら、裁判さえ行われずに事件が終わっちゃうから、重要よね。結果として中田には精神疾患はなく、責任能力もあるとみなされ、埼玉地検は強盗殺人などの罪で中田を起訴した。これから裁判が始まるということね。早く裁判の経過教えて。動機面を詳しくするためにも、裁判が重要になってくるよな。中田の責任能力が裁判の最大の争点となった。責任能力ありとみなされたけど、やっぱりそこが争点になるわよね。第1回公判前整理手続きが埼玉地裁で始まり、弁護側が請求していた精神鑑定が採用された。また精神鑑定。結果はどうだったの？自分が裁判にかけられていることや、弁護人がついているということを、理解する能力が阻害されている。というものだった。地検の鑑定とは別の結果が出たということ？中田には訴訟能力がなく、精神疾患があるとする判断が下されたということだな。弁護側はこの結果を受けて無罪を主張した。肝心の中田はどんな風に話したの？後半の中で中田は、意味不明な発言を繰り返したんだ。意味不明な発言って例えばどんな感じ？人肉を食べさせられた。猫が自分に言った。天使が落ちてきたから、耳鳴りがした。質問とは全く関係ない話を続けたようだな。そして起訴内容についての質問には、沈黙していたりと会話が噛み合わない場面もあった。本当におかしくなっちゃったのか、わざとなのかわからないけど、無罪のための演技だったら許せないわね。判決はどうだったの？一審の埼玉地裁は、検察側の求刑通り死刑判決を下したんだ。弁護側が主張していた、統合失調症により善悪の判断がつかない状態だった。という主張は棄却されたということね。判決理由は？犯行の形跡から察するに、中田は犯罪だと自覚しながらやっていた。という旨の判断を下したんだ。中田はうつむきながら静かに判決を聞いていて、判決言い渡しの後、しばらく証言台から動けなかったようだ。死刑判決にショックを受けたのかしらね。これで裁判は終結したの？裁判は最高裁まで争われた。東京高裁で、遺族が悲しむ判決が出たんだ。どういうこと？東京高裁は中田の心神耗弱を理由に、一審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡したんだ。一回死刑と言われたのに覆ったってこと？遺族の気持ちに胸が痛いわ。弁護側は判決を不服として最高裁に上告した。しかし、上告は棄却され無期懲役が確定したんだ。一旦極刑を下したのに、覆して減刑というのはひどいわね。判決が出た時、霊夢と同じ声が相次いだ。一部の専門家からは、ペルーで死刑制度が廃止されていることが、影響しているのではという声も上がった。日本で起こした事件なのに、ペルーで死刑制度が廃止されていることは、関係ないじゃない。俺も霊夢の意見に同感だ。でも日本の司法が、ペルーとの国際関係を意識して、無期懲役にしたという見方があるのも事実のようだ。警察の対応から裁判の判決まで、納得できないことばかりよ。これは警察の対応の悪さが引き起こした、事件であることは否めないかもしれないな。急に中田が逃げ出したのに、事件を感じず迅速に対応をしなかった警察には、少なからず落ち度があったように思うわ。喫煙所で中田を自由にさせていなければ、逃走してすぐに包囲網を敷き、身柄を確保していれば、事件は起きなかったかもしれないもんな。事件が起きないのが一番だし、自分たち一人一人も事件に巻き込まれないように。
みんなも。それではゆっくりしていってね、もぐもぐ。今日は日本の裁判員裁判で初めて死刑判決が下された横浜で起きた残虐な事件について解説するぜ。この事件は2009年6月24日、横浜市金沢区幸浦2丁目の岸壁で男性の遺体の下半身部分が見つかったことに端を発する。バラバラっていうだけでもう怖いわね。その被害者を発見した人、見つけた時のショックは相当よね。そうだな。相当驚いただろうな。通報を受けた神奈川県警は翌25日、新たに男性と見られる頭部2つや、右足が切断された下半身、プラスチック製の結束バンドで結ばれた両手首など、少なくとも2人分の遺体と思われる部位が発見する。少なくとも2人分。ああ。結局その後の捜査で、山梨県富士山麓でも同体が発見されることになる。司法解剖の結果、遺体の切断部分は鋭利な刃物と、ノコギリのようなもので切断されたものと判明する。また遺体には内出血のようなものが複数あったんだ。内出血があるってことは、その被害者たちは、生きてるうちにも、ひどい目に遭わされた可能性が高いのね。前年から始まった裁判員裁判で、初めて死刑判決が言い渡されたと同時に、裁判員裁判で初めての死刑が確定となった事件だ。へえ、珍しいわね。裁判員のいる一審で死刑でも、控訴審で結構ひっくり返されてるのに。よく知ってるな、霊夢。そのあたり、結構いろいろと言われているがな。この事件は控訴が取り下げられたため、裁判員裁判だけの審理で死刑が確定した、最初の事例にもなったんだ。それにしてもその事件、どういう事件だったの？バラバラ事件って証拠隠滅が目的だったりとか、女性が犯人だと、運びやすくするためだったりとか、あと、その、言っちゃってる変態さんとか、どっちにしろ、相当ヤバい神経よね。確かにな。そもそもバラバラにする行為自体、その衝撃は耐えられないだろう。普通の神経じゃできないな。ちなみにこの事件は、もともと9人による犯行で、麻薬密輸に関与していたんだ。麻薬の密輸？犯罪者の内紛かしら？それに犯罪者が9人もいたの？どうしてそんなことになったのかしら？犯行を実行したのは池田片千雪、当時31歳の男と、この犯罪の計画を立てたのは、住所不定の元総大生、近藤武郎、当時25歳だった。元総大生での男、しかも25歳で、そんな残虐なことに関わったの？何があったのかしら？この犯罪のそもそものきっかけは、暴力団に絡んだ麻雀店での、口論が原因とされている。うわ、暴力団関係なのね。こういう反社組織って、本当に厄介なのよね。でも最近は名前を出すだけで、問題になるって聞いたけど。まあな、指定暴力団などは特にそうだ。また、暴力団の名前を出して脅迫したり強要するだけで、犯罪自体が重くなる場合もある。キリュウちゃんみたいなヤクザはいないのね。あのゲームの4代目は仇だから違うぞ。しかし、暴力団に関わることは、非常にリスクが高い。当たり前だけど関わらないのが一番よね。それにしても、9人も関わった事件ってだけで、何か大きな金が動いてそうよね。まずことの始まりは2009年5月、池田は自身が経営する雀荘萌ワウスを、覚醒剤取引の隠れ蓑として利用していたんだ。もうこの時点でアウトね。そしてそこで、被害者となる、D さんとメイトルさんとの間で、経営権をめぐるトラブルが発生することになる。経営権？お店の方針とかそういうもの？経営権とは会社の様々な事柄を、管理決定できる権利だ。D さんと M さんは、主犯格近藤が経営していた雀荘萌ワウス、これの経営権を奪い、さらに覚醒剤密売グループの資金も、横取りしていたみたいなんだ。このことが事件の背後にあると言われている。いや、それ絶対やばいでしょ。反社の金を横取りとか、そもそもそことトラブルとか、絶対やばすぎるわよ。池田は、近藤が計画した覚醒剤密売にも参加していた。さらに池田は近藤から、人の命を奪える人間を探せと、指示を受けることになるんだ。え？近藤って池田より年下でしょ？池田に指示を出してたの？そうなんだ。そもそもこの池田という男、職を転々とし、結婚したものの長続きせず、身を持ち崩し、詐欺グループにいたんだ。最後に行き着いたのが、詐欺グループって、終わってるわね。そして池田はこの詐欺グループにいた、近藤の部下という形になっていたんだ。え？近藤は詐欺グループの人間だったの？それでいて、麻薬密売もしていたってこと？ああ、密輸密売だ。まあどちらも、反社会的勢力の得意な犯罪行為だからな。組織的にやってるなんて、本物の悪人じゃないのよ。実はこの雀荘は、
近藤が前経営者となっていて、池田が共同経営者、現経営者となっていた。だがこの前奏は、被害者二人による乗っ取りに遭い、経営権を奪われる。そのためトラブルになっていたんだ。この被害者二人は何者なの？反社の上前を跳ねるなんて、相当のやり手というか。まあな。普通じゃ考えられないよな。この二人は、暴力団関係者だったんだ。え？被害者が暴力団関係者？ってことは、縄張り争い的なものなの？まあそう考えてもいいだろう。近藤は、奪われた雀荘の経営権の奪取、金を回収しようと考えていた。もしかすると、近藤にも、さらに上がいたかもしれないがな。こういう世界の上の指示は絶対でしょ？これは、相当やばい状況よね。ああ。そしてこの事件は近藤が計画立案、池田が実行役として動き出した。近藤と池田、そして共犯となる R という男は、覚醒剤密売で得た利益や、雀荘の経営権を失った後、あるコンサルタント業者に相談する。コンサルタント？そんな悪巧みの相談を受けるコンサルなんているの？まあ、いろんな人間がいるからな。不法行為や脱法行為、違法行為なども、法律や仕組みを知っていた方がいい。リスクとリターン、どこまでが合法で、どこからが違法になるか知っていないと、うまくやれないだろ。なんだか怖いわね。法律は弱者の味方じゃない。知っている者が強いんだぞ。血は力なりってな。哲学者フランシス・ベーコンの格言だ。なるほどね。それでそのコンサルはどうしたの？コンサルはこの仕事に人を集め、力で強引に進めることにしたようだ。まず南部という男に、金になる仕事があるから参加しないかと持ちかけることになる。南部はこの提案に応じ、刑務所時代の知り合いや後輩に声をかけ、犯行グループに加わったんだ。数の力で戦おうってことね。金はかかるけど確実だし、なかなか賢いわね。戦いは数だよ兄貴ってとこかしら。お前はドズルザビかよ。だが間違ってはいないな。ただ、この時集まった連中には誤算があった。誤算？まあ、いろんな意味でここにいるってことは、人生誤算だらけだろうけど。いやそういう意味じゃない。この時、南部に誘われた連中は、殺人を行うつもりはなく、覚醒剤を極秘に扱う店舗を襲って、強盗をするつもりでいたんだ。なるほどね。まあ、最初から人を、って誘われたら、さすがに躊躇するか断るわよね。それにもし断られたら、そこから計画が漏れそうだし、強盗の計画ならハードルはかなり下がるし、人数を集める理由もわかるわよね。それに強盗といっても、反社から奪うなら、警察沙汰になりにくそうだし、それで人数が集めやすかったのかも。そうだな。そもそもどこまで計画していたのか。まあ近藤や池田は最初から、被害者二人を生かしておくつもりはなかったようだ。それじゃこの主犯の二人は、そのつもりだったのね。っていうか、そもそも被害者の二人は、この近藤とか池田とは敵対していたのよね。警戒していたんじゃないの？ああ。だがそこは人数でカバーしたんだろう。2009年6月18日21時頃、南部ら5人は、東京都内でレンタカーを借りて、それを使い M さんを拉致する。そして、千葉県船橋市内のホテルへと連れ込んで、監禁したんだ。ホテルで監禁って、そういう怪しげなホテルなんてあるの？いや、このホテルは至って普通のホテルだった。え？普通のホテルでそんなことできるの？そこについては一味は考えていた。一般的なホテルで、監禁を可能にするために、池田は事前に計画を練って、ホテルに予約をしていたんだ。その方法とはこうだ。ドラマの撮影で使わせてほしい。そのため、物音が出ると思うが問題ないか？こう伝えることで、物音が出ても問題にならないように、ホテル側に事前に伝えていたんだ。なるほどね。って、感心してる場合じゃないわ。もう一人の T さんも危ないんじゃない？ああ、当然狙われていた。そして残念ながら翌19日の早朝には、T さんも同ホテルに監禁されることになる。これは、相当やばい状況よね。その後、池田と R という男もホテルに到着、合流することになる。そして凄惨な事件がスタートしてしまう。まず池田は監禁された二人に対し、相当激しい暴行を加えたそうだ。他の共犯者らの裁判での供述によれば、この時点ですでに、被害者らは池田の暴力によって、変わり果てた姿になっていたそうだ。最初から命を奪うつもりなら納得ね。その後、池田と拉致犯たちは、M さんを脅し、当時 M さんが同棲していた女性に、自宅から、現金1300万円余りを持ってこさせる。1300万円？それは麻薬の密売とかの、横領してた金ってことかしら？それにしても、よくお金を持ってきたわねその女性。M さんを人質にされていたからだろうな。それに、まさか M さんが、殺されるとは思っていなかっただろう。
金を受け取ると池田は、近藤に電話で報告する。そして近藤から二人ともやってくださいと、指示を受けることになるんだ。それって、まさか。ああ、そのまさかだ。池田はまず、T さんの方からやることに決め、風呂場へ連れて行くと浴槽の中に入れ、そこでナイフを使って首などを刺して命を奪った。もう聞いてられないわ。浴室から戻った池田は M さんに、もう金を集められないのか、お前もやるぞと、言い放つ。M さんはこの時点で、相当恐怖を感じていたんだろう。風呂場はやめてください、密室は怖いですと、拒否するが、池田は電動ノコギリで脅しをかけるんだ。で、電動ノコギリ、なんでそんなもん持ってるのよ。おそらくは、買いたいようだろうな。T さんは電動ノコギリは嫌ですと訴えたが、池田はもう止まらなかった。池田は勇気あるなぁ、ヤクザだっけお前。望み通りギロチンにしてやるよなどと、さらに脅しをかける。もう一人の命を奪ってるし、完全に行っちゃってるわね。M さんは必死に命乞いをしたんだが、その後池田によって、電動ノコギリで生きたまま切断されてしまう。生きたまま？に、人間のすることじゃないわ。しかもこの時の音声が残っているそうだ。聞くに耐えないものだったらしい。これは当然証拠として使われただろうし、池田に死刑判決が出たのも納得だな。ひどすぎるわ。ちなみに池田は、犠牲者の命を奪った後、その遺体を運びやすくするために、バラバラにする計画を立てていた。そして単に金欲しさと脅しにしても、過剰なまでの暴力性を見せている。例えば、電動ノコギリで首を切断した後、同じ犯行グループのメンバーに人形みたいだろと話しかけたりしていた。それは、メンバーもドン引きね。この池田って、どうしてそこまでできたの？完全な異常者なのかしら。確かにな。そのような行動からは、人間性を疑わざるを得ない。しかも他のメンバーに対しても、やめたら同じ目に合わせると脅していたんだ。いや、止めようにも止められないわよ。怖すぎるし。その後池田たちは、被害者をバラバラにしそれをゴミ袋に詰め込んで、車で横浜市の海や、山梨県の山林に運んで遺棄したんだ。でも、すぐに見つかったのよね。ちょっとそこまでやっといて、お粗末すぎるわね。犯行日から1週間ぐらいで見つかるなんて。まあな。一応この犯行を、池田は密輸グループ内での地位を確立し、近藤も目的を達成した。しかし、遺体がすぐに発見されたことで、警察の捜査もすぐに始まった。そして遺体の状況から、被害者は二人いると断定され、殺人と死体遺棄で捜査が進んでいく。それで、池田たちはどうなったの？まず池田は2009年7月20日、福島県で覚醒剤密輸の容疑によって、逮捕されることになる。それじゃ、殺人とかの容疑じゃなかったのね。ああ。ところがここで、奇妙なことが起きる。池田が急に事件のことを、自供し始めたんだ。え？どういうこと？犯行を突然自供するって、池田が自供した理由、それは夢に出てくるだったそうだ。池田は関与を認める上申書を書いて提出した。夢で会いましょうじゃないけど。まあ、相当残酷な犯行だったから、本人もトラウマだったのかしら。池田は組織内で主導権を握りたがっていた。そのため、必要以上に残虐に振る舞った可能性が、指摘されている。それにしてもやりすぎよ。それで、他の犯人たちはどうなったの？現在、8人の関与が疑われ7人は逮捕されて、判決が出ている。ただ、近藤だけがまだ逮捕されていないんだ。近藤はどうしたの？逮捕に逃亡したと言われており、国際指名手配されている。だが噂では、すでに組織によって、消されている可能性も囁かれているぜ。結局、二人の人が亡くなっただけで、何も残らなかったのね。本当に怖い事件だわ。ちなみに今回の主犯の池田って、どんな人なの？池田は兵庫県で生まれ、神奈川県横浜市で育った。父親は銀行員で、比較的裕福な家庭で育った。池田は中学時代、生徒会長を務めていたとされ、模範的な生徒だったそうだ。そんなん人間が、どうしてここまで落ちたのかしら。その後、私立高校に進学し、無事卒業するも、社会に出てからは職を転々とすることになる。池田は工事会社やホストの仕事など、いくつかの仕事に就いたものの、長続きしなかったようだ。池田は22歳の時に結婚し、一人娘もいた。後に離婚することになるが、養育費はちゃんと支払っていたんだ。養育費をちゃんと払っていたって、責任感があったんじゃない。池田はもともと真面目な性格で、無職の期間でも、月20万円の養育費を、しっかりと支払っていたそうだ。だが、この養育費が後に金銭的な負担となり、不適切な手段で、資金を得ようとする選択をしてしまったんだ。池田は関東連合と関わり、近藤から麻薬密輸の仕事を紹介された。関東連合って、まさにアウトローの集団よね。
そんな人たちとつるむなんて。確かに、麻薬密輸は非常に高リスクであり、それに手を出したことで、池田の運命は決定的になったと言っていい。もう一人の主犯格、近藤については何かわかってるの？近藤の家庭環境は不明だが、大学は早稲田大学法学部に進学している。いわゆる高学歴であり、私学だから経済的には、ある程度裕福だった可能性が高いな。しかし、大学在学中に何年も留年したらしい。直接的な原因は不明だが、早稲田大学で何かしら、道を踏み外した出来事があった可能性が高い。法学部にいて？もったいないわね。それにしても、何があったのかしら。その後近藤は、社会の裏側に足を踏み入れ、関東連合とつながりを持つようになった。関東連合？彼は裏側で手広く商売をしていた。歌舞伎町の麻雀店と、東京都内の風俗店を経営していたという話だ。麻雀と風俗、本当に色々と手を広げてたのね。麻雀店を世田谷区でも経営していたが、その後他の人に譲っていた。その麻雀店を後に経営していたのが、被害者となる M さんだ。え、M さんって、近藤が店長として雇った人なの？そうだ。さらに、もう一人の被害者である T さんは、元暴力団員で、近藤の覚醒剤密輸を知っていた。今回の事件に出てくる人は、全員裏社会につながりがあったのね。ああ。そして様々な関係が絡み合い、その結果、近藤は自らの経営権と威信を守るために、極端な手段を取った。それが今回の事件につながってしまった。それにしても、ここまでひどい事件になるなんて、どこかで交渉できなかったのかしら。経営権をめぐる争いが起きた際に、被害者たちは警察に、近藤の覚醒剤密輸を報告しようとしていた。なるほどね。それで口封じと金、経営権などを一気に片付けようとしたのね。そうだな。だが結局露見し、すべてを失うことになった。ここからは裁判について話そう。池田は最初の容疑である、麻薬密輸については有罪とされた。普通の裁判でな。裁判員裁判は、重い刑罰の事件だけなのよね。ああ。池田については最終的に、横浜地裁は死刑判決を下した。これは裁判員裁判での初めての死刑判決だったんだ。初めての死刑判決って、それは裁判員にとっても大きな責任だわね。その通り。実際、裁判員の一人は、すごく悩み、何度も涙を流したと後に述べている。それは想像できるわ。命の重さを感じざるを得ない状況だもの。死刑判決を受けた後、池田は控訴はしないと、弁護団に伝えていたんだ。自分から犯行を自供したのよね。自分がやったことを反省したのかしら。ただ弁護人は説得を続け、最終的には東京高等裁判所に控訴した。しかし、2011年6月16日に、被告人池田本人が、控訴を取り下げたんだ。控訴を取り下げたって、それはどういうこと？それは、被告人池田が自らの判決に納得した、もしくは何らかの理由で控訴をやめたということだ。その結果、死刑が確定した。それは重大な決断ね。弁護人はどう反応したの？弁護人はこの控訴取り下げを無効と主張し、審理の継続を求めた。だが、2012年7月以降、被告人池田は死刑確定者処遇となり、裁判員裁判で初めての死刑が確定となった。それは裁判員裁判にとっても、歴史的な瞬間だったわね。ちなみに、他の共犯者も近藤以外は逮捕されてるのよね？ああ。それぞれ罪に応じた求刑をされ、判決が確定した人間もいる。ただ、中には控訴して裁判中の人間もいるんだ。そうなのね。まあ、一番の主犯格、近藤が逃亡中だしね。ああ。確定した池田も、近藤の動向がわかるまでは、刑が執行されないだろうしな。そうよね。近藤が捕まったら、池田の証言が必要になるかもしれないものね。それにしても、本当に恐ろしい事件だったわね。音声が残ってるっていうのが、特に怖すぎるわ。そうだな。あまりに残虐すぎて、震えが来るぜ。それに、結構真面目だった人間や、高学歴の人間が、こんな犯罪に絡んでいたのが、本当にびっくりしたわ。確かにな。何が原因で人間、道を踏み外すかわからない。様々なこと。それにしても、どうしてこんなことが起きちゃうのかしら。何がそうさせたのかしらね。そうだな。何かのきっかけで、突然壊れた可能性はあるが、そこまでに色々と蓄積されたものがあるのかもな。そうよね。突然いきなりっていうより、普段から色々溜まってて、最後にスイッチが入っちゃう感じかしら。元々の性格もあるかもしれないが、それだけとも言えない。何かしらの要因が、彼らの認知を歪め、それがエスカレートすることで、こういった事件に繋がったのかもしれない。残念だけど、そういう人間がいることも、事実なのよね。みんなも、十分気をつけてね。ああ、やっぱり命あってのものだねだ。
普段から気をつけて、みんなも無事でいてくれよな。そうね。あ、そろそろお別れの時間ね。みんなもこんな事件、どうなったのか?とか、気になってるのがあれば、私たちに教えてね。それじゃ、みんながまた会う日まで、無事に過ごしているよう、祈ってるぜ。次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。